魔法剣とはこの条件を使って行われる技術の総称です。魔法使いが白杖に加えて条件を持ち始めたのはおよそ400年前、高名な魔法使いウィルフ・バダウェルが普通人との決闘で敗れたことに端を発します。以降魔法使いは呪文詠唱が間に合わない至近距離からの攻撃に対処するために条件を持つようになりました。剣の威力に加え詠唱なしの魔法を行使で目くらましやフェイントを行うことで様々な戦い方ができます。うん、一歩踏み込み条件で切りつければ相手を殺せる距離、すなわち一足一条の間合い、この限られた世界で競われる剣と魔法の術理、それが魔法剣だ。